アラビー朝、アラビー朝の勢力範囲の編成がアラビー。朝は9世紀から14世紀にかけてカスピ海南岸地域に没航した王朝軍の総称である。サファビー朝の初期の頃まで続いた。現代ペルシア語でこの王朝軍を指すアラビアアンは英語でオリズ、日本語でアリーの子孫のような意味である。カスピ海とアルボルズ山脈に挟まれた地域は東からタバリスターン。 ダイラム、ギーラーンと呼ばれ、アルボルズ山脈以南のイラン高原中央部と比較すると湿潤な気候に恵まれ、そこに住む人々の生活文化や精神文化も中央とは少し異質で独立性が高い。この地域にシーア派信仰が浸透するきっかけとなったのはアッパース町のカリフ、ハールーン・アラシードの地勢にハサン家のヤフヤー・ブンアブドゥッダーが短期間。 大ラム地方に亡命したこととされるが、これを裏付ける資料を書く。最初の王朝は、ハサン家のハサン分在度の四世0 0万の一人、ハサンブン分イドが、タバリスターンでターヒル朝に対して起きた反乱に、同盟して成立した。アラビー朝に関する情報が得られる主な一時資料としては、バイハキー氏がある。アラビー朝、または、アリー朝は、864年から928年に、 かけて、イラン北部のカスピ海南岸地域、タバリスターンガイラムなどに勢力を張った王朝。シーア派の一派、ザイド派を放じ、別名ザイド朝と呼ばれる。この王朝の王家は、ハサン・イブン・アリーの子孫であるとされており、カスピ海南岸にイスラーム政権を樹立した。928年にサーマン朝に敗北し、アラビーは滅亡した。滅亡後、将兵の一部は、 サーマン朝に仕えた。ズヤールの息子、マールダビチも、サーマン朝に仕えた将軍の一人で、後にズヤール朝を打ち立てた。ブイエの息子であるイマードウッダウラ、ハサンそして、アフマドも、サーマン朝に仕え、九百三十二年にブイエ朝を、樹立する。あと、ウマイア朝、イドリース朝、アグラブ朝、トゥールーン朝、ブワイフ朝、ハムダーヌ朝、サジド朝、アラビー朝、 サーマーン朝、サ、ッファー、ありがとうございます。